立川熊次郎は日本の実業家、出版人である。立川文明動社主。大正時代に爆発的な人気を誇り、その後の日本の剣豪小説、剣劇映画に影響を与えた立川文庫の創設者として知られる。1878年5月15日、兵庫県優等郡宮田村の不能の家に生まれる。名の知られた兄弟姉妹に姉子住。 姉家事、弟捨て蔵がいる。1888年、父が、道島米会所での米相場で失敗して、財産を失い、通っていた家ち、原村立育英小学校を中途退学させられて、高校に出る。1893年、貧困の中姉小澄が、政府運業、井上虎之助と結婚したことを機に、 官票の販売に打ち込み、4年後の1897年、気づいた財産で、姉の嫁入り道具を、井上家に納入した。1898年、井上が、道県鹿間郡津田村に設置した水車小屋で働き、再び貯蓄をなす。その後、大阪の古書店経営者、岡本松次郎の妻となっていた姉家事の誘いで、岡本が、岡本増進堂を、 古書店から新刊書の取り継ぎを始める頃に、同店の従業員となり、貸本屋への卸業務等を務め、書籍業界、出版業界について学ぶ。万26歳を迎える1904年、大阪市東区東仏町に、出版取り継ぎ業、立川文明堂を創業する。国立国会図書館蔵書には、その前年の1903年に、 立川の個人名義で出版している大阪名所案内が存在することから当初から事業を出版業に拡大することは視野にあったようである。この頃妻、浅尾と結婚する。1909年、社を大阪市東区幕露町に移転する。1911年、小型46版の講談文庫本出版企画を携えた講談師、玉田玉秀祭と 山田哲が26日間毎日交渉に現れ、立川は6箇条の覚書を取り交わす、条件下で企画を飲む。覚書は新作であること、分量は1冊あたり20字詰め20行、原稿用紙で300枚、原稿料は1冊14円、原稿用紙は作者負担、定価は25銭、売り上げの悪い作者は休養、判券は、 立川文明堂の者との胸であった。同企画は、玉州祭が公尺する公団を、当てつ、その弟の山田忠夫をはじめとする、日吉屋公団本製造工場のメンバーが集団で、執筆するというものであった。同年10月、立川文庫第一編諸国万有一級禅寺を発売する。第二編、諸国漫遊味と公文、第四編、荒木又絵門。 第6編、岩見茂太郎、第9編、宮本武蔵と連打し、爆発的な好評を呼んだ。またこの頃、義兄、井上虎之助の長男、井上文成が、井上精神堂を設立するのを支援する。1913年12月20日、立川文庫第40編真田さん、有志人術名人猿飛びサスケを発売、マンネリを打破するとともに、 サルトビサスケのキャラクターを誕生させた。サルトビサスケの人気は凄まじく、翌1914年2月15日には、復刻版が出ている。1923年、社を、同市南区安藤地橋2に移転する。1919年には玉州祭がなくなっており、立川文庫は収束の方向に向かった。 立川文明堂の事業は、実定の立川ステて像に経営参加させ、学習参考書、教科書出版にシフトした。1932年1月9日、死去した。万53歳没。立川文庫第40編サナダさん、有志忍術名人猿飛佐助。国立国会図書館蔵書のうち、立川文庫を除いた、立川熊次郎の名が明記された書籍の一覧である。 ありがとうございます。